にちは。こんにちは。さあ、選手も、はい、戦力外ありますが、ちょっと俺がこうやったら何やったのか分かってんの。いや、なんかちっちゃいパンくずでもあんのかな。いや、パンくずあったんだ。それはなぜ、なんでだろうな。なんだ、シミは引き続きついてるし、パンだし、ここはノリがついてた。いや、そうなんだ。ノリとかね、騒がしい机ですね、本当に綺麗にしとけ。そうですね、まあ、騒がしいといえばこの時期はやっぱり戦力外のすごく受けた選手とか対談する選手プラス監督コーチ陣もあるじゃないですか。まあ監督だよな、大きいのはね。大きいのは監督が変わったらコーチが変わるみたいなさ。そうだ、引っ張ってくるんですもんね、一新してね。だ、嫌な世界だな、なんかな。いや、そうですね。いや、だって職を見つけなきゃいけないじゃん。もちろん。で、解説ができる人っていうのはもう今ほんと席がないよ。ないっていうか、もう中継がないから。そうか、うん、溢れてますね。じゃあで、解説だけで飯が食えるかっていうとさ、うん、そんな幸せな人っていうのはごく少数だよね、うん、一握りですもんね。だから大変なんだよ。ですよね。で、今年だけで女性だったらさ、うんうん、まあとりあえずキャバクラ行ってみようとか。なんで私の顔見るのにとりあえずキャバクラで、なんで女性のカニ監督コーチだってさ、野球選手終わって若けりゃいいよ。ホストにいいじゃないですか。いや、監督コーチはお前ホストに行くわけにはいかんだろ。結構マニアック需要あるかもしれないです。あるかな、うん、え、あの監督がみたいな。いらっしゃいます、まあ、あるかも。いらっしゃいます。そう何しますか。そう、いや、かっこいいみたいな、なんか昔のね、シャンパンいただきましたとか言ってプロ野球選手それうまいじゃないですか。夜の方もね、慣れてるから。そう、若いホストはお前一気飲みだからな。そう、できます。できるわけないじゃん。こんなことになっちゃいますから。こんなことになっちゃうから。いやいや、でも、うん、本当一握りのね、うん、あの元監督元コーチしかやっぱそういう、なかなか生き残っていくのも難しいこの世界で。そうだな、勝負の世界だからな。クビと言われたらもうしょうがないということで、今年もね、まあ尾形監督ねえ、優勝3連覇して今年、うん、まあ、3位のチャンスがあったけど最後ひっくり返されて4位たって辞任ですよ。これはなんでなんですか。ぶっちゃけどう思います。豊さんが想像するに、まあ、想像するに、うん、いや、揉めはしないと思う。尾形はそんな揉めるような男じゃない、うんうんうん、ただやっぱ責任は、まあ寡黙じゃない、はい、責任は感じてたし、でチームが途中でもうジェットコースターのようになってた、うん、そのきっかけはなんかこう薬があったりだとか、まあ薬って言ったら変だな、ドーピングがあったりだとか、はい、まあいろいろこうチームでのいざこざがあったりだとか、うん、まあそういう責任をまあ背負ったんだろうね。そうするとやっぱ5年もやって疲れたんじゃないの。やっぱり精神的にももうやっぱり疲れますか、3連覇して。いや、俺監督やったことはないけど、ヘッドコーチやった時に、でもほぼ監督みたいなことしますね。まあヘッドヘッドだったからね。ヘッドコーチだったからね。ヘッドヘッド。いや、お前そこお前こすられてもしょうがないしょうがない。いや、でもほら、中畑ね、監督の時、豊さんももう半分監督みたいな、うん、ね、もう本当右腕となってやってたじゃないですか。でも監督が中畑さんだったから、うん、よかったと思う。やっぱ明るかったな、うん、あ、そうなんですね。負けてももう明るさで吹っ飛ばしてくれてたから、それはいい、ね、うん、だからすごくそこら辺は中畑さんの性格で救われた部分はあるけど、はい、だけどまあヘッドコーチありながら、うん、まあ、知り合いが、まあ、テレビ局フジテレビだとか、うん、知り合いが豊さん久しぶりに飯食いましょうよって言って、うんうん、飯食いながら寝てたからね、こうやって子供かって。いや、そのぐらい疲れるんだよ。そんなに監督とかコーチって大変なんですか。いや、まあその復帰した1年目はね大変だった。ペースもわからないし、もうやること多すぎて。そっか、うん、だからもうやっぱ監督っていうのはさ、うん、やっぱ勝敗を全部一手に責任をかぶり、うん、ね、疲れたんだと思うよ、尾形も。しかもほら3連覇っていう、やっぱりということが次も次もって期待されるから、一つでも順位落としたり B クラス入ったらもう叩かれてしまうじゃないですか。まあそうだな、厳しい世界だな。いや、厳しい世界だけど、うん、まあいろいろ記事を見るとね、うん、やっぱ何一つなんか恨みつらみっていうかさ、うんうんうん、そういうことも一言もなかったし、うん、あ、立派だなと思った、引き際はね、うん、そうですね。で、なんかかっこよかったよ。
その終わり方というか終わり方っていうのがね、はい、で広島は緒方監督が退任されますけれども、うん、他の球団もいろいろねちらほら、まあ、栗山ねそう、うん、栗山辞めんのかなと思って、うん、これは実は最終戦の前日か、はい、ちょうど解説があったから、うん栗山がこう挨拶に来てくれたんだよね、はい、相川さん1年間ご苦労様でしたとか言って、うんうんうん、でなんか辞めるよう な,、うん、なんか責任を取るような報道があったから、うん、栗お前辞めんのかって言ったら、うん、辞めるとは言ってませんとただこの順位にいることは責任がありますそのことに対してはあの球団に報告をし、うんまあ、進退を決めてもらおうと思ってると、うんうん、でお前辞めるっていう風なニュアンスがあったけど、うん、それはないのかって言ったら、うん、それは辞めるとは言ってないんで、うん、ただ責任は私にあるんでっていう話をしてくれたのね、うん、で俺が言ったのは、まあ、中田翔から清宮にお前チームをバトンタッチしなきゃいけないだろって、うんうんうん、それは考えてるでしょって言って、はい、実は考えてました、うんね、そこをお前やらないとで中田翔が中田翔に聞いたの俺、うん、栗山監督ってどうやった、はい、二人きりの時にね、うん、お前ちょっと正直に言えと、うん、いや僕にとってはもうすごいいい監督だと思うし、はい、話も聞いてくれるし、うん、僕はいい監督だと思いますって言ったのね、はい、その言葉を栗山に教えてあげた、うん、言ってるぞってやっぱり中田翔がチームの中心だからさ、うん、それは嬉しいよねやっぱりねそうですよね、うん、監督で俺も辞めてほしくなかったし、うん、やっぱあそこまでいろいろチャレンジする監督ってなかなかいないし、うん、すごい見ててこっちも楽しかったそうだよな、うんうん、だからそれは今年失敗したかもわかんないけど、はい、来年につながる失敗だから、うん、だから失敗じゃないわけよ経験を積んだから、はい、だから来年に生きてくると思うし、うん、で中田翔が少し年を取ってきたら清宮のチームにしなきゃいけない、うん、その橋渡しを栗山監督に俺はやってほしいと思うしさ、うん、そこまで責任を取ってほしいと思うし、まあ、責任を取ってほしいとっていうかその重しを乗せるわけじゃないけど、うんまあ、そのぐらいの俺監督のもう経験もあるしね、はい、だからそれはやってほしいなっていうふうに思う、うんまあ、素直にね、はい、だから悪けりゃやめる、うん、勝ったら残るもうそういう世界じゃないと思うんだよねですね今の時代から言ってもそうですよねうん、うんで小川監督が辞めるでしょ辞めますね、うんまあ、小川監督も、まあ、何回もちょっと言ったかもわかんないけど、まあ、受けた年が最下位今年が2位だったら絶対続いてるよね、うんうん、成績残したっていうことで、うん、ただこれだけは言えるのは安倍晋之助の最後の打席申告敬遠はちょっとやめといてほしかったなってあれいやみんな思ってますけどあれはなんであれねヤクルトファンも含めて、うんうん、9割5分ぐらいの人は新之助の最後の打席は俺見たかったと思うよ誰しも見たかったでしょもしかしたらまたバックスクリーンというかまたあのスイング見せてくれるんじゃないかみたいなちょっと言いづらいちょっとねどこに打ったんだバスクリーンバスクリーンはね、本当これからのねそうそう、これからの季節、温まるからねいいんですよ、あの緑のね、場所違うバックスクリーン俺緑よりピンクのバスクリーンピンクもあるのあれ、いろいろ色があるよ今あるんですか知らない、私緑とか俺はバブ派だけどあバブか、あと上り別とか今いろいろあるけどそれはよくてバックスクリーンとかとにかくあのスイングでね、豪華に三振でもいいから見て、拍手でヤクルトファン、巨人ファン、拍手で終わっ見たかったですよそうだなだ俺はねただ見たいだけっていうのもあるけど、うん、やっぱプロ野球ってファンあってのものじゃない、うんうん、で一つの興行とすればさ、うん、一番見たいシーンを、うん、俺ねあれ球場に行ったら安倍晋之助がいつ出てくるんだろうって楽しみにしてたと思うんだ、はい、ねで、あ出てきたって、うん、ねお前一番サービスしなきゃ いけないシーンをカットみたいないや本当ですよ、ね、深刻、うん、それはね俺大学の先輩だけど、はい、ちょっと詰めて話しないかんなと思っていやだからどうしちゃったのかなって思いましたどうしたのかなだからその瞬間どこちょっとなんか低いいやまあただね勝って終わりたいっていうのは あったかもわかんないそれはね勝負師として、うん
もうそれはしょうがないと思う、その気質はね、はい、だけどさ、やっぱある程度しょうっていうことも考えてくれないとさ、順位も決まってるし、そうなんですよ、そうでしょ、うん、あれがさ3位をこう争ってるとか、うんね、だったらね、もちろんだったらもう納得だよ、うんうんうん、はい、それは原監督もあそこで出したか出さないか分かんないよ、はい、あそこカットってひっくり返りますよね、ひっくり返り、日本中がひっくり返りました、みんなそこ、もう俺子供みたいになっちゃったから足だバタバタしてだだこねて、あだだこねて、いやそれもしんのすけは大学の後輩じゃない、あそうですよね、で監督も後輩だから、あそうだ、お前何をしてくれてんねん言う、でも、まあ、俺の考えが間違ってんのかも分かんないよ、いやなんかでも、ま、なんかその日のそのヤフーとかコメントとか見てもやっぱりなんかね書かれてましたよね、やっぱ見たかったとか、ね、ちょっと小川監督は何回か出てくれてるから、うん、はい、出すから出てもらう、もしかしたらほらあの一瞬困るか困る断られるかもな、でも出たくないってね言われるからね、そうそうそう、あの一瞬もしかしたら小川監督安倍晋之助引退するってこと忘れてたのかなかな、それだったら監督辞めた方がいいよ。あ、そっか。でもまあ監督辞めることに、うん、なりましたけど。あるわね。本当にね。あれはね、ちょっとがっかりしたな。そうですね。確かにね。あと問題は平石だな。どうなるんですか。平石ポッと出たらさ、はい、やっぱ平石って楽天の生え抜きなんだよね、一応。うんうん、ね。で、候補にミキっていうのが上がったんだよ。はい。これは、真中が監督やってる時のヘッドコーチが今二軍監督やってる、はい、楽天でね、うん、でものすごいいいやつなんで、うん、でポッと名前が出ちゃったの、うん、で石井 GM っていうのがヤクルトでしょ、あそっか、でミキが、まあ、やっぱりヤクルトでヘッドコーチやってるって、うん、なんか辞めさすとは言ってないんだけどさ、でもそういう記事が出ちゃったもんだから、お前はヤクルトにしたいのかみたいな、そういうのがなんかこうネット上のなんかこう記事になっちゃってさ、そっか、だから慌てて、いやいやクビだとは言ってないと、うん、みんな言うね、まあ方向性を変えたけどねなんとかとは言ってません、言ってません、記憶にございません、そうそうそう、記憶にございません、ね、俺も最近記憶乏しいからね、それは記憶にございませんじゃなくて記憶がなくなってる方ですね、そうですね、気をつけないといけないですね、はい。